私たちが追い込んで卒業を祝われて1年が経ちました。皆さんどんな1年を送ったでしょうか。1年っていうのはすごくあっという間だったと思うんですけど、皆さんの頑張りはそばで見ていました。みんながしっかり頑張っている姿を見てとても嬉しく安心していました。どうしよう、恥ずかしいな。4年生もなんですけど、いや、まあ、ダメこれ取りな。4年生の皆さん、卒業おめでとうございます。今年は ATP が10周年ということで、テルをはじめ4年生のみんなもすごい大変な時期だったかとは思いますが、M2 の僕から見てもなんとかいい感じにやりきって、先輩たちも楽しみめたのではないかなと思います。社会人になる人も、これから、まあ、院に進む人も、まあ、それぞれの道に 進むと思うんですけども、僕がやっぱ言いたいのは、サークルで培ったつながりを社会人になってもこれから先もずっと保ち続けながら、付き合って笑い合っていけたらいいのかなと思います。僕も東京に行くので、まあ、もし東京で一緒になる人、これから東京に来る人もいましたら、またこれからもよろしくお願いします。4年間お疲れ様でした。理想のおっぱいを求め続けるということですかね。やはりおっぱいっていろんな形ありますし、こう角度によっても全然こう違うじゃないですか。やっぱり4年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。健次郎です。1個下の大学卒業ということで、1個下の大のやつを思い出してました。自分はあまり後輩と絡むタイプではなかったんですけど、1個下の後輩っていうのは仲良くしてくれたやつが何人かいまして、高橋、ああね、君彦、京平、マム、ペル、俊之介、あとは、東大、ちょっと1回ぐらいしか喋ったことないけど、っていうメンバーとは、ダンス面でもそれ以外の部分でも、仲良くしてもらって、一緒にいた3年間っていうのは、すごい自分の中でもいい思い出になってます。まあ、今名前挙げたやつらの中にまともに社会出れそうなやつは一人もおらんし、どうしようもね、ブータみたいなやつばっかで、行き先が不安なところもありますが、まあ、せいぜいその辺レベルで、頑張っていってほしいなと、何をするにしても頑張っていってほしいなというふうに、思います。でもそんな彼らが、大好きです。まあ、それ以外の4年生も適当に頑張ってくれればいいなというふうに、思います。ATP も引き続き脱出ゲームサークルとして、全国の脱出ゲーム会を盛り上げていってほしいなと、考えております。私東京におりますので、東京に来た際には無視するとは思いますが、連絡いただければ、飲みに連れて行きますので、連絡ください。それでは残りの時間も楽しんでください。4年生の皆さん、お卒業おめでとうございます。一昨年のパンキングのジャーニーののぞみゆです。今日も生傷を1個作りました。で、テレビの台はめっちゃキャラが濃い人ばっかりで、もう本当にみんなが大好きすぎて一人一人のファンです。これから院に行く人も社会に出る人も、まあ、辛いことがいろいろあると思うんだけど、学祭の動画だったりだとか、なんかアホみたいにあるまっちゃんの動画とか写真とかを見たら元気が出ると思います。これからは OBOG として ATP を盛り上げていきましょう。あとはパンキングが最強であるようにこれからもつなげていきましょう。それではおめでとうございました。ではでは。
生おめでとうございます。ちょっと時々しかイベントに行けなかったですけど、自分のことだけじゃなくて周りを見たりザ・サークル全体のことを考えて動いてるのを見て、とても頼もしく思いました。後悔もあると思いますが、それをプラスに変換していってほしいなと思います。1年間お疲れ様でした。これいかん、いかん。これいかん。でかいな。そうね。ミサへ。俺はミサが好きでした。じゃあなんか何も決めずに、はみんな社会は辛いかもしれないけど、楽しむ力は ATP で培ったはず。頑張れバレ。ご卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。実は今僕は神戸にいます。そして神戸には今たくさんの ATP の先輩が集まってくれてます。イエーイ。それでは皆さんからありがたいお言葉いただきたいと思います。じゃあまずはカジさんお願いします。じゃあ、片瀬さん、お願いします。おめでとう。頑張って。じゃあ、のぞみさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっとすっきり。ね、ちょっと飲んでみ。ちょっと、関節キスしてみ。ふんわり狂月、ゆず、出た。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。卒業生が、1年生の時に部長をやらせていただいてました、ぶっちです。ですね、まあこの世代は、誰がおったやったっけな、誰がおったやったっけな、あ、テルの世代、テルの世代です。テルはすごく可愛い部長だったと思います。あとの人たちも、みんな可愛くて、そして、一生懸命だったと思います。誰が誰とか言うとなんか喧嘩しそうになるので、多分喧嘩すると思うので言わないですけど、可愛い方です。僕の方が可愛いです。卒業しても頑張ってください。 Do your best. Believe yourself and dream is come true. Good. Come on.先輩方、今までありがとうございました。ちゃんまいさん、どいさん、ひろさん、はるかさん、ありがとうございました。僕の鍵知りません。ありがとうございました。吉永、ありがとう、はい、ありがとうございました。はい、4年生の皆さん、ありがとうございました。これからもサークルで待ってます。皆さん
ご卒業おめでとうございます。おめでとうございます。今まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言、留年しても大好きだよ。いくよ、はい、せーの、最初はじゃんけんぽん。負けた。おかげに彼女ができました。先輩のおかげです。おめでとうございます。この場借りて感謝の気持ちを伝えたい先輩がいます。土井さん、僕たち土井さんのダンスを見て今まで頑張ってきました。今この場でその頑張ってきたダンスの成果を見せたいと思います。おめでとうございます。4年生の皆さん、今までありがとうございました。デュース。ありがとうございました。そんな4年生の皆様、ここから社会に出たり院に行ったり、いろいろ頑張らなきゃいけないことがあると思います。なので僕タカとこの春日が瑞希です。瑞希、春日、トゥース瑞希だけどね、瑞希から、ふざけるなやめましょう、ふざけるなやめましょう、応援のメッセージ、はい、いかさせていただきますよ、はい、頑張ってくださ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 い。砂漠のど真ん中で立った気持ちで、水が欲しいけど頑張ってください。オアシスどこ。よしよしよし。せーの、卒業おめでとうございます。木材とカホとイギリスからセナでした。イエーイ。千秋です。ポッチです。ボーイです。サニー合わせてパーフェクです。おめでとうございます。4年生大好きです。ありがとうございました。4年生大好きです。ありがとうございました。今日は下々の芸人のネタを見ていきたいと思う。どうも、マヤケンです。今日は僕の好きな4年生のランキングを紹介していきたいと思います。第1位はお前、どうしたよお前、どうしたよお前、私だ。お前だったのか。暇を持て余した。神々の遊び。寿司団前。卒業おめでとうございます。4年は、いろいろ思い入れのある学年で、特に、まあ、ホッパーの先輩とか、まあ、マウさんとかいろんな思い入れがあるんで、僕は一切面白いことはしません。ちゃんとしようね。3、2、1、4年。
remember your eyes were so bright. I remember your eyes were so bright. When I first met you, how in love were we that night? And now I'm kissing your tears goodnight. And I can't take it, you're even perfect when you cry. The beautiful goodbye. Stripping from your とも今君が見上げる空はどんな色に見えていますか。とも僕たちにできることは限りあるかもしれないけれど、確かなことなんて何一つない旅さ、心揺れて迷う時もためらう気持ち、それでも支えてくれる声が気づけばいつもそばに。とも進むべき道の先にどんなことが待っていても、とも、この歌を思い出して僕らをつなぐこの歌を。いつも繋がっている。